やっほー、さくらです。今回はかわいい私のおすすめのマスクと、もうそろそろ寒くなってきたので風邪予防のアイテムを紹介していきたいと思います。レッツゴー。手がおかしい。はい、まず最初にかわいいマスクから紹介していくんですけど、こちらは渋谷の109に置いてあるお店で、このお店です。マスク専門のお店なんですけど、めちゃくちゃもう全部マスクだらけなんですけど、なんか動物とか鼻がついたやつとかいろいろなんですけど、私はこのシンプルな、めっちゃかっこよくないですか？めっちゃかっこいいですよ。で、これ洗って使えて、洗って使えて、使い捨てじゃないのでとても便利です。はい、ではちょっとつけてみたいと思います。帽子が外そう。はい、こんな感じです。ちゃかっこよくないですか？めっちゃ。これは男性にも女性にもぴったりです。皆さんも109行ったら寄ってみてね。次よし、いくよ。虫かぶった方がいいの。はい、次に、いつも旅行に行った時は必ず買うこの小顔に見えるマスクです。これめっちゃ小顔に見えるんですよ。顔ピッピッてなるんですよ。じゃあ装着してみます。はい、こんな感じです。ほらほらほら、女性におすすめです。これめっちゃいい。いつも旅行に行った時は絶対買う。これは欠かせないです。続いてこちらはイータックなんですけど、これはマスクにシュッとするだけでウイルスとかが除去してくれるので、とてもめっちゃいいです。はい、続いてこちら、のどヌール濡れマスク。こちらはもうコンビニにね売ってるんですけど、これは喉が痛い、風邪っぽい、もうすぐ絶対風邪になるっていう予感がした時にこちらを買っていただけると、寝る前にこれをつけて寝ると、ハーブとユーカリが入っているので、すごく気持ちよくすやすや眠ることができます。なのでこれ絶対試してみてね。続いてこちらはスペシャル。こちらはクレベリンゲル。これスペシャルです。これはお部屋のところにポンって置くだけですよ。置くだけですよ。お部屋のウイルスがもう消されて、挙除されて、除去されて、私もこのおかげであんまり風邪ひかなくなったし、インフルエンザも1回しかなったことないんですよ。素晴らしい。これは本当に使い方も簡単なのでおすすめです。そして、まあ、基本のね、手洗いうがいのイソジン、これちょっと使用しているのでちょっと汚らしいんですけどだけどこれは普通のコップに水とイソジンをカラカラカラっとって、カラカララッペカラカラカラッペってしただけですっきりスワッファーで、外出終わった後、学校終わった後にこれを必ずします。キラキラ。そして次はこちらの生姜湯なんですけど、なんか寒気がするとかちょっとやばいかもっていう時に、こちらの生姜湯を普通のコップに袋が入ってるので、こうやって入れて、で沸騰したお湯入れて、こうやって混ぜてゴクゴクゴクって飲んで、これよく母がやってくれたやつでめっちゃ美味しい。これそしてみんな持っているだろう、春カイロ。まあ、カイロはもうみんな持っていると思うんですけど、学校とかにも持っていけるし、あったかすぎてやばいです。冬にぴったりですね。皆さんも試してみてください。ということで今日はかわいいマスクと風邪対策のアイテムを紹介していきました。皆さんが持っているものはありましたか？気になっているものはありましたか？はい、ということで今日私が紹介したアイテムやマスク、ぜひお揃いして使用してみよう。ということで、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。チャベリグ。